こんにちは、トイズキングのホールミーです。さて、今日ご紹介する商品はこちらのバンダイ魂ウェーブからのフィギュアーツゼロワンピースポアハンコックバトルバージョンでございます。いやー、なんかフィギュアーツいろんなもの出してるのねこちら2013年に出ました16センチのフィギュアでございます。こっちはね、ちゃんと付属品も入っていますので、では先に箱見ましょう。こちらが正面ね、ワンピースバンダイ魂ウェブってバトルバージョンボアハンコック、下にボアハンコックバトルバージョンって書いてあるね、ズビシーして横を、はあ、ちゃんと見えるのね、中身ね、ズキューンだよはい、いろんなポージングはできないけど、まあうん、ちょっとできるよっていう感じでもここのね、コレクションがあります。すげえ。でドンドンじゃなくてドンズキュンだねそれで上がね、こうバーガクフィギュアーツゼロバトルバージョン、クジャパイラパイレーツ、うん、というわけさ、じゃあ開けよ。こちらが付属品、特製台座ねえ、すごいよね。ボアハンク、わらわの美しさに免じているバトルバージョン、ちゃんと書いてあります。それでこれは足のスタンドっていうか、ここにこうやってつけるんですけどね。でこれがあのこっちの、うん、エフェクトを立たせるための支柱ですね。それでもってこちらは投げキス用のお手手っていうか腕で、これはあのドンのエフェクトです。そして顔、替えのパーツ、うんって感じかわいいね。よいしょ。でこっちが、そしてこちらがボアハンコックのなんだろう、技、うん、のエフェクトでございますね。ハートだよ、ハート、ピンクハート。おお、さあ本体いきましょう。こちらがボアハンコックの本体。イエー、いいね。バスローブがちょっとメタリックの色で塗られてます。この髪の毛のね、こういう躍動感というか、ふわーってしたのもいいっすね。よいしょ、ごめんなさいね、これね、つま先立ちしてるもんだからね、こういう風に足細うん、塗りは、うん、塗りいいね、これどうですか。塗り本当にいいね、これだとかここのね、うん、全然色もこうはみ出してないっていうか、指先もちょっとピンクでね、あ、爪か、爪もピンクだし、
足の爪もこれちゃんとピンクだし、ね、顔もね、顔もいい感じに、うん、塗られてる。ズキューン。じゃあちょっと組み立ててみましょう。はい、組み立ててみました。こちらがまあドンやってるやつですね。そう、これ指にこうやってひっつけるんですよね。すごいよ。真正面から見ると、うん、やっぱりこのエフェクト、後ろのエフェクトが邪魔して手のあれが見えない。だからちょっと斜めこうやってやった方がいいかもしれない。でさっきの足のスタンドっていうか、うん、まあ、固定するやつですね。すごいですよ。こういう風になっております。後ろはね、ちゃんとこう、これつけて、で、ここにもね、つけるんですけどね。まあまあ、これだけでもまあまあ、いい感じに立つんですけど、ちょっと重いかなって。って思ったら、まあこれ、この支柱使って、グレード、使ってもグレードです。こういう風っす。おぉ、シエクシーだね。シエクシーコマンドに入らねえか、姉ちゃんだよ。じゃあ、投げキッスやってみましょう。へへ。あ、その前に、これ。このエフェクトパーツ、手のエフェクトパーツの真ん中、これハートになってました。見えなかったわ。じゃあちょっと顔と手変えてみます。麦わらはどこちゃん。ねえ、かわいい顔して、どうすかこの顔、かわいい。まあ体のね、体のこういう動きは変えられないけど、じゃあ表情と腕だけ変えれば、うん、ちょっとはね、こう、いいんじゃないっていう。はい、こんな顔してるの。チューよ、チュー。投げキッシュ。まあ、セット内容が本体、エフェクトパーツ、交換用フェイス、交換用と右腕、で、台座で、バスローブした方がバトルバージョンですからね。ほら、もう、メタリックだから、なんていうの、あれ、ばあ、シルクのバスローブを着ていると思ってください。こういうのね、どうでしたか皆さん、欲しくなりましたか、お買いまとめください。それではまたお会いいたしましょう。じゃあ